はいどうも、ぐちのぐちです。いやー、練習からね、今帰ってきました。ということで、まあお風呂入ってね、まあちょっと休憩しているんですけど、まあ、本日ね、ちょっと練習場所で、まあちょっとダブルスをやりましてですね、まあただダブルスやっただけじゃなくて、僕、まあいつもだいたいヨネックスとかのまあシューズとかウェアとかでやってきたんですけど、本日はですね、リーニンのウェア、シューズ、あとソックスも、あとラケットもね、ということで全身リーニンコーデでやってきたので、まあよかったら動画にならんかなと思いましたので、ちょっと動画を撮ってまいりました。ということで、まあ今日はね、あのダブルスをリーニンコーデでね、全身リーニンでやったよっていう動画なんですけども、まあオープニングをね、あの体育館で撮り忘れちゃったんで、今ここで仮で撮ってるってわけですね。で、今回のメンバーはですね、11月くらいに一緒に動画を撮ってくれたホッシーくん覚えてますか？あの概要欄にあのそのホッシーくんの登場の動画貼っておきます。ホッシーくんとホッシーくんの友達であり、僕の先輩であるね、今回たくまくんと呼ばせていただきましょう。ホッシーくんとたくまくんペアに対して、僕といつも一緒に練習来てくれてる小塚さんというね方とね、まあ、その4人でダブルスやったんで、まあよければ見てくださいということです。いや、今回もねエンディングでホッシーくん何かやってくれたので、まあ最後までしっかり見ていただけたらなと思います。早速今から動画を流していきます。レッツゴー。
皆さん覚えてますでしょうか。ホッシーです。最近ツイストパーマにしました。グッチャンネルをよろしく。やりたい放題だ。チャンネル登録よろしく。